かりダラダラはしてます。絶対そう。問題なんじゃないかっていうふうに見ると大問題。熱くなってきたな。熱くなってきた。Are you ready? 昨日のカレーにカット。世田谷を温めて TV。うん。以上になります。はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの。わっしょーい。おーい。なんですけど、おさむさん。はいはい。スーッとね、スーッと、中根さんがね、ボスが来ましたね。ボスがね、ちょっとじゃあ、ちょっと移動しますか。中根さん、なんか今日は、もう一個やることがある。ですよね。すいませんね。なんかお時間頂戴して。いえいえいえ。なんか怖い雰囲気を感じますけど。やりたくないな。やりたくないな。やりたくない。ここ世田谷ギャラリー23さんのボスですね。はい。中根さんでございます。皆さんご存知だと思うんですけど。やりたくない、ね。はい。何ですか。今日はまあちょっと相談させていただいてた、はい、去年の大晦日にやった、はいはい、やあ、はいはい、世田谷ウェブテレビのMVP ね、MVP とファーストプレイヤーを決める放送、はい、はい、特番ありました、はいはい、15周年記念ということもあって、はい、やりたいなっていうことでやって、うん、で、一人で MC はさすがにちょっとね、はい、素人ですから僕らアシスタントで、そうそう、で、2人来ていただいてやったじゃないですか、はいはい、まあちょっとそこの内容がやっぱり反省何ですか反省会の反省、うん、そうなんです。えそうですね、結構盛り上がったと思ってたんですよ。あの番組自体がね、反省会的な番組ですよね。いや、まあ、MVP の方も決めるのもあったから、まあまあまあ、そうですね、うん、振り返りというか、そう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 、5月に反省します。もうね、ずっと温めてたこの反省をですか。ずっと温めてた。まあでも確かにちょこちょこは聞いてました、あの反省会しようっていうのは、うん、そうで、ね、はい、くぐり抜けてきてたんですけどね。今日最後のチャンスだったのよ。ほうほういや、とはいえ、はい、今日久しぶりじゃないですか。あ、そうですね、今夜も世田谷を温めて、はい、今日またもう今日面白かったら、はい、まあ中根も土屋さんも爆笑して、はい、土屋さんもカメラ揺れちゃうぐらい、うんうんうん、だったらもうこんなことしますちょっと待ってください。今日の放送が、罰っていうのをこの放送内にします。もしくはだってね、20分ちょい、はい、ハルヒ、ハルヒの話を逆に言うといつものこれを背中で渡れてるから、らしさですね。そう、それよくて、でも一つあるのはやっぱり、はい、ちょっとガジュマルも解散して、あ、リズムファイルも解散しちゃったんで、ね、そうなんですよ ね、 ね、だからもうカレーも解散だっていうんだったらもうこんなダメ出しする必要ないので。解散しないですよ。そんな噂流れてますしないんだ、彼は。しないんだって何なんですかしないんだ、した方がいいけどな、みたいな。いやいや、それはもちろん僕らは全然ね、そんな予定はないですよ、ね、全然。だってホームページも作ってプッシュしてきてたでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。パソコン投げたでしょ。ありがとうございます。カバン盗まれたけど、おじいちゃんになるまでやるつもりですよ。すまんだ、はい、だったら改めてもう今日やらざるを得ないです。反省した方がいいと、今後のために。なるほど。あ、それはもうぜひね、はいはい、やらせてもらっていいですか。はい、はい、お願いします。トーンがめっちゃマジじゃないですか。ねえ、ちょっとおっかないよ。めっちゃマジトーンだから怖いな。なんかすごい。一応本当に最後の最後だし、はいはい、MVP とワーストでしょ。うん。で、まあワーストっつっても、つげくんにもうほんとずっと8年敏感にお世話になったし、はい、まあ、感謝の気持ちを込めて、はい、俺はちゃんとやりたいなと思ってリハやったじゃない。あ、やりました、リハ。投資でやったじゃん。そうですね、もうお付き合いいただいてありがとうございます、うん、いやいやいや、こちらこそありがとうございます、はい、え、それでっていう感じえ、なんですか？なかった？リハーサル通りでしたけどね。そうですね、リハーサル通り、はい、ちょっと見ていきましょう、じゃあ。はい、はい、まあ反省会ってちょっと、なんか重くなっちゃう。そうですね、重い重い。それはじゃあ何ですか。これは分かった。今日は昨日のカレーにカツ。あ、怖い怖い怖いこっちの方がストレートな気しますけど、あ、カツカレーだって。あ、カツカレー、カツだけにねカレーだけに。こんな、中根さん、こんな陽気なやつらにカツ入れます。そんなに面白かったこん見てこのメガネ
僕らとしてもね、カツ入れてもらった方がありがたいですから、まあ、やっぱり。ああ、もうそう言っていただけると、はい。もうちょっと前のことなんでね、僕らも。そうそうそう。なかなか。だから動画もちゃんと用意してるんで。はい。見ながら。ここのこれどうなのっていうのが見れるんですね。見ながら行きましょう。はい、はい。いや、それはだってやっぱり、俺のなんかさ、あ、その記憶だけで、記憶だけでちょっとあれだし、まあ、確かに、なんか おっさんがなんか適当に言ってるだけ、いやそれ違いますってことかもしれない。まあ僕らもそうでしたっけねって言えちゃいますもんね。なあ、確かにね。まあまあ誰っていうことでもないんですけど、なんか神奈川県の相模原の方で農業をやってるおじさんが2人来てくださって、これあれですね、これオープニングオープニングですね。ここにいていただければなと思います。まあ1分2分なんでちょっと、じゃあ相模原で農業をやってるお二人よろしくお願いします。どうぞ。おー、農家の安です。そして農家の治です。よろしくお願いします。パチパチパチじゃないのよ、芸人ですから。そうでしょ、お笑い芸人ですからね、皆さん。あの農家じゃないですから。どうもじゃ、なんで否定の顔しないのよ。 100% どうも農家ですの顔してるから、ま、座っていただいていいですか。ね、もう否定の時間終わりでいいのこれ。いや違うんですよ。はい、農業になったのは、うん、相方だけなんですよね。お兄さん、はいはい、もうあれですか、ワッショイとかやんない。いや、ワッショイ僕らといえばワッショイですから。そうね、ちょっとびっくりした。忘れてましたね。ずっと忘れてましたね。農業のことばっかりだよね。もうてっきりワッショイで入ってくるのかと思ってたんで、すいません。あ、それはそうです、はい、そうです。確かにまたできてよかったですね。はい、はい、今日よろしく、はい、よろしくお願いします。いただきます。今日これなんですよ。はい、ワーストバリアブルとワーストプレイヤーフルで見ていただきましたけど、ちょっとワンターンが長くないですか？これ、あの、え、いや、まあ今、まあ、がっつり、がっつり、ちょっと、これのどこが反省かっていうと、はい、リハーサルの方が面白かったのよ、これ。そうでしたっけ？もう絶対そう。リハーサルどんな感じでしたっけ？マジマジマジ。あ、そうでしたっけ？リハーサルの内容どうやったか覚えてないんだけど、はい、熱くなってきたな。熱くなってきた。このオープニング、リハ面白かったのよ。もうちょっとパーンと入ってました。入ってた、入ってた、全然入ってた。うん、で、あ、それでいけると思って、うん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 、いいぞ。本番始まったらダラッと。確かにダラダラはしてますね。ダラダラはしてますね。してたでしょ。そう、まあ、ヤスがですよね。そうでもないかな、まあまあ、僕が乗っかってるっていう、ね、うん、そうそう、乗っかってるよね。そう、だからここのオープニングは一応リハをそのスケジュール書いて私台本ね、はい、渡したけど、はい、そのオープニングトークどうするっていうのはもちろんお任せしてたから、はいはい、でリハの時に適当にやってもらって、で本番でこれじゃない、はい、で本番で変えてきたのよ。でリハの方が面白かった。でこれは本当にあれなんですけど、リハの方が面白いってどういうことって思いながら俺しかしてた。あ、だからちょっとなんか驚いてるというか、驚いてる、キョトンとしてる、キョトンとした感じだったんですね。リハ通りできないんですよ、僕ら。覚えてないんですよ。いいの、それ全然いいのよ。リハ通りできなくていいし、うん、まあそうですね、リハなんか例えば適当にやってくれてもいいんだけど、すごいちゃんとやってリハ面白かったんです。あれ、リハなんでしょ。リハでちょっと受けて満足したんですかね。反省かな。もう思ってるんですね。そこで思ってたんですか。それ番組始めてね。自分たち的にどうですか、見てこれ。まあグダグダだなというのはありますよね。もう次行ったらってやっぱ思ってからも長かったなっていう印象ありましたね。お三方も思ってた、それ今思いましたね、見てて。今見たら思いましたね、はい、この放送後で見たの、自分たちで。見ました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 。思わなかった。まあ確かに10秒スキップをしながら見てた気がしますね。僕は結構自分たち大好きなんですよ。だから知ってる。自分たちの映像を見て普通に笑っちゃってるんで、見れちゃったんですけど、確かになんかこれ問題なんじゃないかっていうふうに見ると大問題ではありますね。確かになんか僕も自分で見た時とか、おさと見てるときは多分笑うんですよ、うんうん、でも誰かと一緒に、うんうん、見たときに、あ、やべえかも、やべえかもって思うかなとは思いましたね。今その状況じゃないですか。リハをやってるにしては
噛み合ってなかったですよね、なんか、うん、そうです、ね、あともうリハより面白くないってダメだ絶対そうじゃない、まあ、絶対にダメですよ、ね、リハのうちにカメラも全然回さないしさ、はい、だからカメラ向けられると緊張しちゃうのかもしれないですね。そうですね、で今度からなんか隠しカメラでやるぐらいがいいかもしれないなるほどね、確かに盗撮してほしいなっていうのはあるんですよね、昨日のカレーはちょっとなんか、まあ、まずこのオープニングの、まだ今もいろいろもう発言が出ちゃってます。あーえぇ、ー、ありがとうございます。まず最初にネタやらせてもらったんでしたっけ、ここで映ってますよね、顔ボーダーのセーターでしたね、うん、目立ったんだよね、目立ってました、はい、うん、で、メガネをかけた青年 で、うん、でその青年が僕らの前ふーってこう通った時に、はい、抱えてる本が見えたんですけど、うん、そこにウォーリーを探せって書いてあったんですよ。見つからないよあんただよ、ウォーリーね、やりましたけどもね、危ない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 ですか、危ないです危ないですか、危ないですか、はい、若林ゆきの、はいはい、隣の踏切、うん、棒つけないの危ない、つけましょうあれ、つけましょうあれ、ね、信号だけでやろうとしてますけど、これです、はいはいはい、まあ最初オープニングトークの後、せっかくね来ていただいたんで、はい、時間を自由に差し上げるんで、まあなんか相模原のいいとこでもいいし、うん、何でもいいからって言って、はい、でネタやりますってなって、はい、これありがたいですねと、はい、お笑い芸人さんが今見たのはあれですよね、はい、小田急線の旅をやった時の、うん、エピソードをまあネタっぽくというかしたみたいな、で最初豪徳寺の招き猫の話で、はい、で今のがあって、で、ヤス君が急に危ないっつって、うんうん、この後、若林踏切の踏切が危ないよって話で終わるもう本当意味わからなかったですね、で危ないってなった時ちょっとウケたんだよね、そうですね、はい、ウケたので、なんかもう一つ踏切で何でもいいから落ちあれば成立したのに、うん、危ないですよねで終わってびっくりしました終わり方がびっくりしました、終わり方が、あの終わり方なんだっていう反省ですか、だから本当あの危ないは本当にこの空気やばいと思って言ったってことでしょ、あれはだからそれにかけてたんですよね、二重の意味を、うん、ただあの受けたのはそう捉えられて受けたなとは、うん、あの時思って、まあ、確かにね、そうそう、うん、今見ても思ったね、そうですよね、その両方かかってる、もうネタが滑りまくってやばいって危ないと、うん、次の話の振りと二つ入るの分かったんだけど、はい、その後ですよね、その後、うん、あそこ危ないですよねって終わってるのよ知ってますよ、毎日撮ってっからね、でも高橋さんあそこ危なくないですか、危ないのよ、あるあるって受けるって聞いてるんでね、次行きます、もう行こう、次行きましょう、次行こう、これなんかあの反省の見どころみたいな、これ共同だからあの前撮ったことあって、これちょっとこの時期に、はい、時間をね、しっかりとオープンされてるんだ、しっかり見る、島さん来なかったから、はい、ここを取材したら喜んでもらえるんじゃないかと思って、うん、だからその家臣立花さんの共同店を取材できる権利でございます、なるほど、これは普通に、はい、これはいい、ね、あ、ワーストの告げをもう呼び込んだ後の話ですね、あ、ゼロか、ゼロか、取材交渉できる、なるほど、前とだ立花さんを思いしたなと思って、誰か取材してほしいなと思って、なるほど、あれですよね、ワーストの告げのワースト特典として全部自分が盛り上がってプレゼントするけど、それプレゼントなのか、それが嫌なの、共同ですよ、共同、共同、変なやつ来た、なるでしょ、取り組みで取材ですか、しかも俺ら小田急芸人やってるんで、共同のそのニュースとか、うん、そのね、引きのある話題、行こうだからやめたい、やりたい、もう権利は告げ君です、うわぁ、はい、これはもうちょっと本当にまあダメだしっていうかね、最初さ、はい、あの告げ君に権利を差し上げるって言って、で、立花さんのあのロケできますよっつって、でも取材交渉も何にもしてなくて、ゼロからそれできるんですよっていう感じじゃない、うんうん、はい、でそれリハでやったはずなんだけど、はい、あの全部できるって言って告げ君が喜んでる時にすぐ言うの、え、これって取材交渉はって今声また被ってたけどそうすぐ言うのよ、あ、もうちょっと泳がさないとこれやっす、もう完全に手柄焦ってると思って思わなかったあの時やっ
ってる時は僕は多分焦ってるんでしょうね。焦ってるんで、多分あのもう記憶もないですね。うん、だからどうだったかっ。で今見て欲しかった時もまた被ってたから。うん、はいはい。これが伝わってるのかどうかちょっと分かんないんだけど。でしょ。いやはいはい。まあ一個あるのは。これ V を見せる前にどういうところを見るっていうのを言った方がいいかなと思って。確かに。なるほど。それはちょっと分かりやすいね。はいはいはい、急に見せてもね。はい、はい、うん。確かに確かに。で、その後、共同。うん。その立花さんをの共同点を取材できる権利を告げ君にあげるって言ったけど、小田急芸人だから、うん、やりたい。俺たちがやるって入ってくる。これはリハでも完全に言ってる。言ってました、言ってました。はい、やりたいって。もう一回見ますか。もう一回、いや、でももう一回見ましょうか。見ましょうか。どうちょっと一回静かにして、はい、一回最初から見ましょうんで、あの前通ったのだって、うん、この時期に新店舗オープンされるんだと、うん、立花さんお世話だったから、うん、ここを取材したら喜んでもらえるんじゃないかと思って、うん、だからその家臣立花さんの共同店を取材できる権利でございます。なるほど、これは普通にこれはいいね。だから許可を取ってるってこと。いやこれはもうゼロか、ゼロか、世代、世代交渉できる。これ前なるほど、前くんが立花さんオープンしたなと思って、なんか誰か取材してほしいなと思って。なるほど、もうすごい、ゼロからできる権利、全部ゼロから、そうですか、全部自由にやっていいってことですもんね。全部だよ、それが嫌なの、それが嫌なの。共同ですよ、共同、共同、変なやつ来た、なるでしょ、取り込みで、取材ですか。しかも俺ら小田急芸人やってるんで、共同のそのニュースとか、うん、そのね、引きのある話題、うん、僕らがやりたい、そしたらもう権利は喋りながら思い出してますね。確かにこのくだりはもったいないですね。うん、今の感じですらちょっと受けてるんだから、そうそうそう、でもちゃんとやったら、ちゃんと、もっと良かったっすね。ここはもう本当におかげさまで現場でも盛り上がったから、はいはい、ただ俺もっと跳ねる箇所だと思う。確かにそうっす、うん、承知しました。ここからなんですけど、はい、俺いろいろ考えてきたんですよ。 なんですか。え、ダメ。いや、まあなんか別に今普通だったけどね。そうそうそう、うん、もうあの同期でワイワイ言ってるっていう。昨日のカレーを温めての、うん、世田谷を、今夜も世田谷を温めてで、世田谷が全然温まらない。はいはいはい、じゃない。温まってるっていう話は聞いたことないし、ね。あー怖え。今日もちょっとあんまり温まらなかった。これ原因が、原因がそこで原因、もう喋りすぎて、原因提案っていうのがありますね。原因でまず一つね、一つね。近づけますか。これはね、忘れてる。はい、原因1。いろいろ忘れてる。ヤス君の忘れ癖、ね。はいはいはい。本当にもう共同のキーワードが出た時点で本当に来てほしかったし、うんうん、なんかそのちょっと焦って前に。うんうんうん。まあこれはでも、まあ事前に言ってた流れを忘れてるぞと。そう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 、まあありますね。結構焦っちゃうとかあるかな。二人とも結構リアクションが薄いのに、敏感と、まあ同期だよね、僕はね、はい。敏感と4人でやった回でもう3分があんなになってたじゃん。立ち上がって、何この空気。まあ同期っていうのもあってのことですけどね。原因2つ目、はい、いや緊張してんだと。ああ、毎回、ああ、誰かと一緒になった時に、うん、まあ、今日とかもってことですか。本当にそういうお友達とか、はいはい、心許せる仲間とかいない時にずっと緊張してんだと思う。だからあ、2人だけでやってる時に時も今の4人の映像もってことですか。4人の時は緊張してないから、しかも仲間だから。ああ、だからあんだけこう言ってると。そうそう、待って、大前提としてさっきの動画での僕は良かったってことですか。そう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 、あ、立ち上がってわーってやってる、立ち上がってまでやってたら、あ、なるほど、どうしたらああいう風になるのかっていうことですかね。だから本当はここで、うん、まあお笑い芸人でもだってあのキャリアも長いわけじゃん。はい、まあそうですね、だから未だに緊張してんじゃないってオチをしようとしたんだけど、はい、もう冒頭でなんか言ってたじゃん、緊張してんのかなみたいなことを。ああ、あのカメラがあると緊張しちゃうんですよねっていう。緊張か。まあ、ただ一個、あ、一個、うん、僕も緊張はしてますけどね。別に。そうなの。してます、してます。だからあのこれ別にネタです。別に緊張してないと思ってないです。そういうことか。うん、これは冗談です。うんうんうん。まあ
冗談半分ですけどね。冗談ありますけどね。僕もおさむもこれはあったらダメなのダメですけどね。ただダメだ、はい、そまあでも2人とも緊張してただ中根さんやっぱたけしさん言ってましたよ。やっぱもう緊張しないやつはダメだって。ああね。まあそれはちょっと一回調べてから裏取りちゃんとね、こういうの飲みにしないタイプなんですよ。すごい、あ、絶対もう陰謀のはまんないタイプだ。で、まあこのゲームはちょっと冗談です、本当に、はいはいはい、まあ今のを見てもらって、こうだっつって、はい、なるほど、さんがあんなに喋ってたのにっていう、うん、だからまあ反省会だけどあんまりさ、いや、もうちょっとあったよ、いくつかいいです、いいです、作ろうと思えばね、いいです、やめましょう。あったけど、それはやめましょう。そこはやめますよ。で、提案です。はい、もう解明しましょう。あー、これはもう僕ら芸歴12年なんですけど、ね、12年間言われてます。それはそうですね、まあ、解明ね、解明に関して一回ちゃんと、うん、そのするしないも含めて、うんうん、確かにこれ言われるんで、うんうん、一回考えてみてはいいのかなとは思いますね。で、まあ、まあ、解明するしないは置いといて、まあちょっとネタとして、うん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 、まあいくつか考えてきたんで、あ、解明案ですか？はい。でもリアルにこれあの考えてますからね、解明もちょっと。はい。はい、あ、本当？はい。相模原農業ボーイズ。ああ、なんかいいんですけど。あの昨日から温めての空気感も残ってはいますよね。うん、残ってる残ってる。なんか種類は一緒。いや、いいんですけど。畑やってないんですか？そうなんですよ。一人農業ボーイズじゃないやつがいるんですよね。相模原の原をこのお腹に入れたら相模原と読むか、まあもう相撲原、相撲原、相撲原、なるほどね、そうそう、うん、相模はもう相撲って言われますからね。やっぱ二人ともでかいじゃんと思ったけど、ちょっと痩せてきてた、はいはい、そうですね。ただ中根さん、それは僕もでももうやっぱ痩せるんでね、うん、ちょっとあの小田急芸人に引っ掛けてたけど、はい、全然つまんないよ小田急。小田急、小田急だとまあちょっとあれだから、でも、うん、一番ぽいっぽいっていうか、なんかありそう、うんうん、小田急、小田急沿線芸人の、まあ、もう一個最後、はい、ダイエット失敗組ああでも成功だからピン芸人としてやることになっちゃいますね僕がかっていうことあれね、ダイエット、まあ おさんがもう成功してんじゃん。そう、もう15キロ すごいよ、2ヶ月ぐらいで。で、それも今日見たときに、あ、俺これダメじゃんと言っといてくれれば、今日太ってきたのに痩せなかったのに、痩せなかったのに。いや、だから、本当にで、やすくんがまだ100超えてる。そうですね、100ちょっとありますね。またやりますか、チャリ、ここにあんのちょっと邪魔になってきたもんさっきリアルに言われてたもんね。もうあれは 2年前の年末ですかね。電車で来て帰る。僕が、箱根湯本駅から、うん、ここを世田谷ギャラリー233まで自転車で来るという罰ゲーム、そうそうそう、まあ、勝手にやって勝手に罰ゲームなんですけど、ダイエット企画で失敗して、ちょうど同じになったんだよね。あ、そうそうですね、はい、ここに置いてったんですよね、自転車を。そうそうそう、うん、昨日のカレーを貯めてゴーとして、はいはい、うん、一応寄付したつもりだったんですけど、そうそうそう、であの自転車、まあ雨が降って電車でお店に来て、はい、でもなんかその後あれでなんか買い出しに行くとかさ、そういう時に使わせてもらおうと思って、はいはいはい、僕もやっぱ持って帰れないんで、どうぞということだったんですけど、なんだけど、まあちょっと邪魔になってじゃあこの2年ぐらいで何回ぐらい乗られましたっけ？2回ぐらいだね。あ、少ないっすね、それは邪魔ですね。もういいかなと思って、よく持って帰って、1年経った時に言わなかったっすねそうだもう1年様子見てくれたんすね。でもやっぱり使えなかったんですね。そうそうそう、面白かったじゃん。面白かったです。はい、まあ本当過酷でしたね。すごかった。本当にやってくれたし、うん、面白かったし、100キロ走りました、ね。あと中根の知り合いのね、お店も実際行ってもらって、あ、そうですね、お土産買ってきてくれたりとかさ、はいはい、あれは本当面白かったんで、あれをちゃんと編集した方がいいよって言ってやってないじゃん。はい、まあまだやってないですね。やってないね。あ、まだこれからやる可能性もある。可能性はありますけど。だからもうちょっともう一回仕組み直して三茶から向こうまでを。まあ、なんか手伝うんでやっても面白いんじゃないかなと思って。まあそうですね、チャリ企画ですね。そうそうそう、いいですね、ちゃんと、うんうんうん、他の今回のそのルートは、うん、ルートコースは、うん、三茶から相模原までで OK ってことですか。それだったら僕できますね。もう一回100キロは、うん、今日も来るとき思ったんですけど、うん、あれなんかなんでできたんだろうって思いながら来たんですよいやあれすごかった、なんかあったんだよ、ね、あれも、うん、あの1回目だから距離が分かんないからできたと思うんですよ。なるほど。あれもう一回っていうのきついんですけど、相模原だったらいけると思います。で、最後、いいですか？はい、
もう一個ありますよね。これ提案のね、もう一個。はい。これ名前ですか。うん。これ名前じゃない、別の提案。あ、別の提案。T シャツリニューアル。ああ、そうですね。今日も持ってきてはいるんですよ。そうでしょ。はい。着てないもんね。そうですね。最近はちょっと着てない。この前着てくれてたけど。あの相模原の地図でやってるじゃないですか、あれ。で世田谷ウェブテレビなんで、ね、まあ、せっかくだから、うん、世田谷の地図でやりたいっていうのがあるんですよね。そうですね。はい、世田谷版。うん、で、うん、俺あのまあ一応ネタとして改名って言ったけど、はい、まあ相模原農業ボーイズが言いたかっただけなんだけど。あのここでさ。昨日のカレーを温めて T シャツ売ってるじゃん、はい、黄色の、はい、あれね、若い女の子とかがお客さんでチラッチラ見てんの、うん、あ、インパクトあるから、おー他でないでしょ。そうですね、そうですね。本当はもう改名はもうしてほしくないし、あーそうですね、あのせっかくだから T シャツやっぱりさ、はい、お手伝いしますんで、ちょっともうちょっとインパクトあるってやつにして、はい、いいですね。あの本当にだからここで売れるのを重点に置いて、うん、そうそうそう、あれ小林ぼっち君にデザインしてもらったじゃん、はい、あのロゴを、はい、それでそれで T シャツ作って、はい、でその T シャツの宣伝をするときに、はい、そのカレーをかける部分は中根が考えたっつってこれ言ったし、はい、それいつも言ってくれてんじゃん、はい、あれはあのもちろんそれ自慢したいわけでは全然なくて、はい、こういう時にいちいちぼっちくんにおかげ立てないといけなくなるじゃん。でもあれは本当に俺が考えたから、はい、誰に何気を使うわけでもなく、はい、リニューアルできるわけですよ。うん、なるほど。中根さん初ですから。そうそうそう、はい、すごい大人な発言でした。もっとインパクトある T シャツにできるんだよ。はい、ということで、はい、あのカレーにお時間いただいて MVP 反省会をやってみました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ファッショーイ。